ジャック・フレンチ・ケンプはアメリカ合衆国の政治家、アメリカンフットボール選手。AFL のサンディエゴ・チャージャーズとバッファロー・ビルズで先発クォーターバックとして活躍し1969年に現役を引退した。その後1971年からアメリカ合衆国会議員を9期18年務めた。1981年1月3日から1987年6月4日まで、 会員共和党会議の議長を務め、1988年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補として、指名争いに参加した。その後、1989年2月13日から1993年1月19日まで、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で9代目アメリカ合衆国住宅都市開発長官を務めた。1996年、 アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の副大統領候補であった。1935年7月13日にアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスで4人兄弟の3番目に生まれた。ユダヤ人の多い地区に住んでいた中流階級だった家族はクリスチャンサイエンスの教会に通った。スペイン語の教師をしていた母親にピアノを教えられ、ハリウッドボールに連れられた。 彼が進学した高校は、クラスメートの95%がユダヤ人であり、同級生には、ハーブ・アルパート、ラリー・シェリーなどがいた。彼は、高校時代父親の仕事を手伝い、読書をして過ごした。好んだ書物は、歴史書や哲学書だった。1953年に高校を卒業すると彼は、NCAA 三部校のオキシュデンタル・カレッジに進学した。 彼がこの大学を選んだ理由は、プロスタイルの攻撃フォーメーションを抑え、当時身長178センチメートルに体重79.4キログラムしかなかった。彼は、クォーターバックとしては、体が小さすぎて、南カリフォルニア大学やカリフォルニア大学ロサンゼルス校のような競合校には入れなかった。大学で彼はやり投げをするとともに、アメリカンフットボールでは、 クォーターバックディフェンスバックプレイスキッカーパンターとしてプレーした。この時のチームメイトには後に NFL のヘッドコーチになったジムモーラと審判としてスーパーボールに5回出場したロンボちゃんがいた。大学を卒業後に彼はカリフォルニア州立大学ロングビーチ校で経済学を学んだ。原子力潜水艦バッファローの看板上で妻。 娘と1957年にオキシュデンタルカレッジを卒業した。彼は大学の後輩であったジョアンヌが1958年に卒業した後、結婚した。その後彼は長老派協会へと進行を改めた。彼らの間に生まれた2人の息子は共にプロフットボールのクォーターバックとなったジェフ・ケンプ、ジミー・ケンプである。彼らの間には他に2人の娘ができ。 孫は17人生まれた。1957年の NFL ドラフトでデトロイトライオンズから17順目に指名されたがシーズン開幕前にカットされた。その年彼はピッツバーグスティーラーズに拾われ、1958年にはニューヨークジャイアンツ、サンフランシスコーナイナーズの練習生として過ごした。この年にジャイアンツは NFL チャンピオンシップゲームに出場し初の延長戦にもつれ込み、ザ・グレイテストゲームウェバープレードと呼ばれたゲームに出場したが彼がフィールドに立つことはなかった。1958年に彼はアメリカ陸軍に入隊し1年後から1962年まで予備役となった。1959年 NFL で出番のない彼は CFL のカルガリー・スタンピーダーズで1試合だけ。 プレーした。この試合を両親と兄はカリフォルニア州からアルバータ州、カルガリーまで車で見に行ったが彼は一試合で解雇されてしまった。1960年に NFL の対抗リーグとして AFL が結成されると彼はロサンゼルスチャージャーズと契約し入団した。後にプロフットボール伝導入りを果たしたシドギルマンヘッドコーチの下で彼は先発クォーターバックとなり、 フランクトリプカに次いでリーグ2位のパス成功数獲得ヤードを記録し10勝4敗でチームをウェスタンディビジョンのチャンピオンに導いた彼に率いられたオフェンスは最後の4試合で平均46得点最後の9試合中5試合で41得点以上を上げた1960年 AFL チャンピオンシップゲームでヒューストン・オイラーズと対戦したチームは2つの FG でリードしたが タッチダウンを許し6対7で敗れた。1961年にサンディエゴのジャック・マーフィーによってバロン・ヒルトンからチームが買収されてチームはサンディエゴに移転した。この年彼はジョージ・ブランダに次ぐリーグ2位のパス獲得ヤードを稼ぎチームは12勝2敗で再度ウェスタン・ディビジョンチャンピオンとなった。2年連続オイラーズとの対戦となったチャンピオンシップゲームでは 第4球まで得点を上げることができずに3対10で、チームは敗れた。この年の8月に、ベルリンの壁が作られると、ジョン・カイ・ケネディはケンプが、予備役として在籍していた部隊を招集した。9月に、右利きのケンプは左肩を、フットボールで痛めた。メディカルチェックで痙攣により、関節可動域が80%まで落ちていた。チャージャーズでのチームメイトのロンミックスに毎試合前に、 鎮痛剤をもらいながら彼はパスを投げ続け2686ヤードを獲得し15タッチダウンを上げた。1962年に2試合経過したところで彼は中指を骨折しシーズン絶望となった。チャージャーズのヘッドコーチのシド・ギルマンはケンプをウェーバー工事することを決定した。これに気づいたバッファロー・ビルズのルーセイバンヘッドコーチは9月25日100ドルで、 彼を獲得した。ダラステキサンズ、デンバーブロンコスも獲得争いに参加していたが、AFL コミッショナーのジョーフォスの決定でケンプはビルズに移籍することとなった。彼の加入にオフェンスラインのビリー・ショーはこれで、クォーターバックに悩まされていた問題が解決すると歓迎されたが、地元アナウンサーによる彼はデンバーに行きたがっており、バッファローには行きたくないと考えている。 といった報道があったこともあり心が踊っていなかった。中指の怪我でシーズンの大部分を欠場した。この年ベトナム戦争への徴兵対象となったが、膝の故障もあり、軍役に着くことは見送られた。11月18日のオークランドレーダーズ戦で、ビルズの選手として初先発した、彼は1タッチダウンを上げてチームは10対6で勝利した。 ビルズで4試合しか出場しなかったが彼は AAFL のオールスターに選ばれた。最後の4試合中3試合に勝利したビルズはこの年7勝6敗1分でシーズンを終えた。1962年12月14日にビルズはグリーンウェイパッカーズとの獲得競争の末にノートルダム大学出身のクォーターバックであるダリル・ラモニカを獲得した。 そして1963年から4シーズンで、ケンプとラモニカによる先発クォーターバック争いが、ラモニカのレーダー水石まで続いた。1963年彼はリーグ2位のパス成績を収め、チームは7勝6敗1分でシーズンを終えた。ラッシング TD でもチームメイトのクッキー・ギルクリストに、ついでリーグ2位となった。 この年12月28日に地元バッファローのウォーメモリアルスタジアムでボストンペートリオッツとマイナス10度の中退戦した。0対16とリードをされたところでケンプは交代されてラモニカが出場したこの試合は8対26でビルズの敗戦となった。1964年にチームは開幕から9連勝し12勝2敗で終えた。 ケンプもパスし投げ1回あたりの獲得ヤードでリーグトップの成績を残した。1964年の AFL チャンピオンシップゲームでは20から7で勝利しチームは AFL チャンピオンとなった。1965年にチームは RB ・ギルクリストをデンバーブロンコスにトレードしパスにより比重を置いた攻撃をすることとなった。ケンプは リーグ2位のパス成功数を上げてチームは10勝3敗1分で終えた。チャンピオンシップゲームは彼の古巣のチャージャーズとの対戦になった試合は23対0でビルズが勝利し AP 通信が選ぶ。この試合の MVP となった。ギルクリストが去ったこととスター WR が怪我で3試合しか出られなかった中でチームの勝利に果たした彼の役割は高く評価されて、 AFL の年間最優秀選手に元チームメイトのポール・ローと共に選ばれた。2年連続優勝の成績を挙げた後、セイバンヘッドコーチがメリーランド大学のヘッドコーチに就任するために辞任し、ディフェンスコーディネーターのジョン・コリエルが公認となった。1966年、9勝4敗1分で3年連続イースタンディビジョンチャンピオンとなったビルズはその試合に勝てば、 NFL とのチャンピオンシップゲームに出場するところだったが、カンザスシティチーフスに7から31で敗れた。ケンプはこの年で6年連続、AFL オールスターに選ばれた。1967年に、チームは4勝10敗と低迷し彼もオールスターの選出から初めて漏れた。1968年、彼は右膝の負傷でシーズンを棒に振るった。 ケンプの不在となったビルズはこの年1勝12敗1分に終わり、翌1969年にケンプが復帰し、OJ シンプソンが加入したもののジョン・ラウチヘッドコーチの下4勝10敗の成績にとどまった。7回目のオールスター出場を果たした、彼はその年で現役を引退した。ニューヨーク州、エリー軍のアメリカ共和党支部が合衆国議会選挙の候補にならないかと接触を、 してきた。1970年1月17日のオールスターゲームが終了した後、彼は妻と相談し政治の道に進むことを決定した。若き日の憲法翌年に実施される1988年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬する直前の、憲法ナショナルプレスクラブにおけるバラク・オバマ、上院議員と憲法彼は政治家となる前にも、ザ、 サンデー・ゴ・ユニオン・トリビューンの編集の手伝いや1964年、アメリカ合衆国大統領選挙においてバリー・ゴールド・ウォーター。1966年のカリフォルニア州知事選挙においてロナルド・レーガンの支援を行った。1967年のオフシーズンにはサクラメントにあるレーガンのオフィスで働いた。1969年には、 共和党全国委員会のアシスタントをするようになった。1971年から1989年までアメリカ合衆国会議議員を9期18年務めた。その間1981年から1987年6月4日までアメリカ合衆国会議共和党外議議長を務めている。1971年彼はニューヨーク州エリー軍からなる。 選挙区から会議員に選出された。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙のアメリカ共和党候補として、指名争いに参加しジョージ HW ブッシュ、ボブドール、パット・ロバートソンらと争ったが一週も制することは、できずスーパーチューズゲーを最後に選挙戦から退いた。 その後、1989年2月13日から1993年1月19日まで、ブッシュ政権下で住宅都市開発長官を務めた。1996年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ボブドールの副大統領候補に選ばれて、ビルク・リントンの副大統領候補、アル・ゴアと対決した。ゴアとケンプは、長年の友人であったため、 コアとダンクエールの間で行われたような個人攻撃はお互い行わなかった。移民や少数民族に理解を示し、アメリカ共和党内では恩恵派に属した。経済政策では大型減税により経済成長を実現させるサプライサイダーであり1977年9月にはウィリアム・ロス上院議員とともに連邦個人所得税の減税を行うケンプロス法案を提出している。 2009年1月7日に彼の事務所は憲夫が癌にかかっていることを公表した。その後も死去するまで政治活動やチャリティ活動を継続し、5月2日にメリーランド州ベセスダで亡くなった。ありがとうございます。